超四ピルは大韓民国出身の代表的歌手。1968年、カントリーグループ、エッドキンズのリーダーとしてデビュー。エッドキンズでの担当楽器はギターだった。1975年にソロに転校し、1976年に、不残光へ帰れが韓国で30万枚を売り上げる大ヒットとなる。1979年、アルバム、 窓の外の女で再デビュー。同アルバムは韓国でミリオンセラーを記録する。1980年代には70年代までショーレースを経引した南鎮、ライサオジに代わり各種ショーレースを独占する。1982年には日本でもデビューし、不残行へ帰れや思い出迷子などがヒットした。1987年 NHK 紅白歌合戦に、 韓国人歌手として初めて出場を果たし、1990年まで連続で出場した。2005年には韓国で活動する歌手として、イミジャ以来2人目の北朝鮮での公演、チョヨンピル・ピョンヤン公演を開催する。これまでに、KBS 歌謡大賞歴代最多の5回、MBC10 大歌謡祭を歴代最多の6回受賞している。また、ミュージックバンクの前番組である、 火曜トップ10では番組開始以来初の10週連続1位を達成した。これ以後番組では5週連続1位の楽曲は6週目以降ランキング集計に入れないという特別ルールができた。1990年代初めにテレビ番組への出演を中断し、現在はコンサート中心に活動。韓国にコンサート文化を定着させた人物としても評価されている。 アルバムの総売り上げは累計で1500万枚。2013年に19枚目のアルバム、ハローを発表し、韓国で25万枚を売り上げた。今までにない軽快なナンバーを集めているのが特徴で、YouTube 等の動画サイトに流れたこともあり、新たなファンを増やしている。日本でも、ハングル講座で紹介され、先日の不参考へ帰れなどしか知らないファンを驚かせた。 現在アルバムは CD ショップの K-POP コーナーの目立つところに置かれている。ありがとうございます。